とにかく志望動機は非常に重要ですし、最低限ホームページぐらいはもう目を皿のようにしてみてほしいと思います。情熱って相手に伝わりますので、どうしても入りたいんだと思っている気持ちを乗せる、そういう時にとても便利なサイトがあるんですよ。あ、そうなんですか。どうも皆さんこんにちは、ダニエルの就活チャンネルです。今日はですね、面接対策絶対に受かり理想的な志望動機はっていうところで、新卒採用の面接における志望動機っていうところに関して、元 GE モルガンスタンレー日本 DHL の人事部長を務められた鈴木美香子さんにお越しいただきました。鈴木美香子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミッキーです。皆さんよろしくお願いします。今日はですね、志望動機、まあ一番重要ともいえる志望動機っていうところで、受かるための、まあ学生がですね、受かるための志望動機っていうところで、ちょっとコツとかポイントをお聞きしたいなっていうところなんですけども、ぶっちゃけ志望動機とかの、まあ受かるためのポイントというか、人事的にはどこを見ているみたいなところってあるんですかね。そうですね、いい質問ありがとうございます。とにかく志望動機は非常に重要ですし、第一志望かどうかっていうのは、それを聞くと、まあ、面接官は分かるっていうぐらい大事なので、うん、皆さん気をつけてほしいなっていうふうに思います、うん、例えばですね、ちょっといけてない例を出しますと、はい、製薬会社に、応募したっていう時に、うん、突然皆さんですね、身の回りに病人の方が増えてしまって、うん、おじいちゃんおばあちゃん、お母さんお父さん、それからもしかしたらおじさんおばさんまで、病気だったんだけれども薬のおかげで治った、だから製薬会社に入りたいっていう方すごく多いんですね、うん、でもそれって皆さんこうやって聞いていても、なんかちょっと安易というか、うん、安直じゃないと思われると思うんですけれど、やっぱりそこって必然性がないですね、うん、第一志望である理由はないので、うん、気をつけてほしいなというふうに思います、うん、なるほどなるほど。製薬会社だからいきなりこうみんな志望動機でストーリーを作らなきゃいけないと思って、もう付け焼き刃的にこの会社のこの薬でうちの家族が救われました、だから御社に入りたいですみたいなのは、もう結構バレバレってことですね。そうですね、そういうパターンが毎年多いのでバレています。皆さん気をつけてくださいね。わかりました。パターンがあって、それぞれの業界で、例えばさっきの製薬業界みたいに多いパターンがあるので、それに乗っからないように、なぜ第一志望なのか、もしくは第一志望に見せたいのかっていうところをよく考えてほしいと思います、うん、なるほど。じゃあ本当に必然性というか、同じ業界でもその会社じゃなければいけない必然性を考える必要があるっていうところですね。そうですね、はい、なるほど、わかりました。そのために必要なこととか、具体的に調べたらいいこととかって何かありますかね。まず一つは会社研究で、ここデータ編ですね。最低限ホームページぐらいはもう目を皿のようにしてみてほしいと思います。ヒントもたくさん載っていますよね。例えば製薬会社だったらば、その会社の看板商品は何かっていうようなことです。ただ私はこの薬でおじいちゃんが治りましたっていうようなことを言うのはあんまりお勧めしません、うん、なぜかというと、面接官はその薬を売っている会社のプロなわけなので、かなり研究しないと突っ込まれたら、うん、あれこれって付け焼き刃で作ったストーリーだなっていうのを分かってしまうので、まあ、主力商品とかを持ち出すんではない方がいいとは思います。でもデータはきちっと調べましょうっていうことですね、うん、ここが第一志望ですって伝えるために必要なことって何か他にあったりしますか。今度会社研究の、先ほどデータ編だったんですけれど、まあ、人編っていうことで、うん、OB、OG 訪問ってすごく大事だと思います、うん、生の声を聞くことができるから。でもまあ人脈が足りなくて、たくさんの OB、OG 訪問することが無理だったり、それからまあ一人の OB、OG がその会社を代表するかっていうと、そんなことはないわけなので、うん、そういう時にとても便利なサイトがあるんですよ。あ、そうなんですか。はい、はい、オープンワークと言います、うん、オープンワーク、はい、なるほど。 URL はこちらをお願いします、はい、オープンワークはその会社に勤めたことが実際にあって、今は辞めていますっていう卒業生の口コミを集めたサイトです、うん、なのですごくリアルが載っています。例えば、まあ、データで言えば、社員の士気とか風通しの良さとかコミュニケーションとか、そういう数字が出ていたり、あとはワークライフバランス、残業時間の平均、女性の働きやすさなどについては、もう本当にコメントがたくさん書かれているので、うん、それを追って読んでいくと、大手企業ほどたくさんの方が口コミを書いていらっしゃるので、私も結構転職が多くて、自分の過去の会社について見てみたんですけど、
結構正確だと思います。なのでぜひぜひ活用してみてください。なるほど。人づての情報を得てこの会社に入りたいですみたいなところが強くなるとかなり志望動機としては強くなるかなっていうところですかね。そうですね。なぜこの会社に入りたいのかっていう思いが強くなって、最終的に面接は今のところ AI ではなくて、まだ面接官人間がやっているので、情熱って相手に伝わりますので、どうしても入りたいんだと思っている気持ちを乗せる、そのためには理由がはっきりしていることが大事かなっていうふうに思います。ありがとうございます。まとめると、必然性、志望動機には必然性が必要ですと、その業界全般に通用する薬によって治りましたみたいなのは結構人事的にはバレバレですみたいなところですね。で、2つ目は会社研究、ホームページなどはめちゃめちゃチェックしてちゃんと調べておいた方がいいですと。あと、会社研究の一編として OBOG 訪問とかオープンワークとかで自分の志望してる会社の人とかどういう会社なのかみたいなのをちゃんと調べた上で、志望動機を作っていくとかなり強さが増してくるっていうところですかね。はい、ということで今日はですね、絶対に受かる理想的な志望動機はっていうところで鈴木美香子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、で鈴木美香子さんですね、グローバル人材塾という、オンラインサロンをやってるそうなので、ちょっと最後にそのご紹介をお願いします。ありがとうございます。鈴木美香子のグローバル人材塾では、社会人と大学生の方が共に、主に英語を元にしたことで、異文化の下でどうやって仕事をするのか、それから英語でどうやってプレゼンテーションをするかっていうのをプレゼンター大会をしたりしながら学んでいます。学生さんにとってのプラスは、社会人の方がキャリアのお悩みを共有してくださることが多いので、それを聞いていたり、それからメンバーがいろんな異業種に就職しているので、話を聞いていると、なるほどねっていうふうに分かるかなと思います。ダニエルさんの後輩もいらっしゃいますよ。ありがとうございます。はい、ということで今日はですね、鈴木美香子さんにお越しいただきました。ダニエルの就活チャンネルでは、その他ですね、新卒転職のノウハウ、就活術っていうところを送っているので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をされておくと良いかなと思います。今日もありがとうございました。ありがとうございました。